ハッピーアラウンド相本凛子役西尾優香です。ハッピーアラウンド赤嶋穂役鏡花凛です。オーナルトミニ役の三村遥です。渡月玲役入江舞子です。今回は秋葉原ゲーマーズ本店にお邪魔しています。今いる4階なんですけれども、ブシロードストアになってまして、 DJ グッズもねたくさん置いてあります。すごいいっぱいあって気になるのもあるんだけどさ、すごい案内の方って感じ。確かに始まる前にねスタッフさんたちも言われたんだけど、気合を入れてめっちゃいい感じ、はい、案内したいと思います。かわいいよ。あとねリンクさんが後ろにいたんだよ、密かに。かわいい。ゲーマーズにようこそと言っておりますよ。でリンクの帰り言ってみて、ゲーマーズにようこそ。ここで何するんだろうね。そうだね、今日何するんだろうね。はい、私グッズたくさん買いたいです。あ、いい、素晴らしい。それはスタッフさんの気分次第かな。ここで早速ハッピーアラカード来てます。失礼いたします。なんだ今日は何かな。なぜかな。じゃん、テレビアニメ D4DJ オールミックスの宣伝もしよう。はい、来年ね2023年1月から放送開始されますテレビアニメ D4DJ オールミックス。このねたくさんアニメ好きの方がいらっしゃるこのゲーマーズさんにポスターを貼っていただけたら絶対ヒット間違いなしと思うんです。そうだ、と思うよね。思います。ね、だから今回は店員さんにこのオールミックスの良さをたくさんアピールして、ぜひ目立つとこにポスターを貼ってもらえるよう頑張りましょう。はい、絶対貼ってもらうぞ。 DJ をテーマに展開するメディアミックスプロジェクト D4DJ。 この番組は D4DJ のユニットの一つ、私たちハッピーアラウンドが力を合わせて様々なことにチャレンジするD4DJ ハッピーアラウンドの課題活動報告。ピーキーピーキーのコンセプトミニアルバムが登場。ブルーレイにはフォトンメイデンとの合同ライブアルティメットメロディーズのピーキーピーキーパートを収録。 Do or Die 好評発売中。フォトンメイデンのコンセプトミニアルバムが登場。ブルーレイにはピーキーピーキーとの合同ライブアルティメットメロディーズのフォトンメイデンパートを収録。ショーダウン好評発売中。バイスシュバルツ、新たなるロマンを求めて。観戦たちがカードゲームに。トライアルデッキ4種ブースターパックアズールレーンブシロード。クリエイターイブの世界がカードゲームに。バイスシュバルツブラグブースターパックイブ人外カードコレクションブシロード。売り込む前にですね、せっかく来たのでいろんなグッズがあるかと思うので見ていきましょう。はい、はい、え、待って、ね、めっちゃサインあるよ。本当だ。これ D4DJ メンバーのね、私のもあるけどチーハルもあるよね。そう、私も書いた、ね、誰が誰のだろう、みんなわかる。全部いく。あ、全部言える。どっちかな。レオちゃんでしょ。あ、はい、あ、レイチェルさん、つむつむ、私とあいみさん、かえち、ルカちゃん、あ、ルカちゃんか、ルカちゃん、ひーちゃん、あ、リホニャンさん、リホニャン、なっちゃんさん、はーちゃん。そうだ。いやでも嬉しい、ちゃんとこんな入り口の、ねね、前に飾ってもらって ね、嬉しい。私もテンション上がるなんか、ね、気になるとこまだいっぱいあるから他のとこも行ってみようか。行ってみよう。どこ気になる。もう全部だけどさ、確かにもう一つ一つ回っていくしかないかも ね。え、すごい。ああ書籍もねこんないっぱい置いてあるけど、ね、4コマミックスとストーリーオブハッピーアラウンドと、うん、皆さんはちゃんとこっちのコミック版も読みましたか。読みましたか。アニメにはないお話とか設定も実はねここであるんです。そう、アニメでは語られなかったなんか衣装がどうやってできたのか、その秘密がこのこちらに書き下ろしで明かされておりますので、ぜひチェックしてくださいね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして私は見逃しませんでしたよ。何ですか。こちらに皆さんの後ろにメジコちゃんがいるんです。赤神さんの大好きな、
バーチャルバージョンの。本当だ。私も初めて見た。ってことはデジコちゃんのグッズもここにはあるということですか。おお、見たい。どこだ、どこだ、行きましょう。こちら。あー、かわいい。あった。いっぱいあるよ。本当だ。ちらほらね、私もすでに持ってるものが。私が普段使ってるのはこのクリアファイルと、ちょうどこのこのグッズが、アクリルキーホルダーが出たので、プチコの絵馬みたいな。そうそうそう、新年だったの。はい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 。もう可愛い可愛いイラストをいつも使わせてもらってます。はい、そして皆さん、いよいよお待ちかねの D4DJ コーナーです。ここね、ここだけじゃなくて、ここ一体一体が全部 D4DJ コーナー作っていただいてるみたいです。すごい。いろいろ商品あるけど、やっぱり店員さんに聞いた方がね、手っ取り早いというか早いので、ちょっと呼んできますね。オッケー。秋原、みんな呼んできたよ。あ、やった。秋葉原ゲーマーズ本店の長峰さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お店で一番出ている D4DJ グッズって何ですか？基本的には D4DJ CD が一番売れておりますので、はいはいはい、正面の方で展開させていただいておりますね。はい、これちゃんとユニットさんごとに紹介していただいて、はい、うんうん、私家では、まあ、今までの CD をやっぱ発売日順とかに並べたりしてるのね。ハッピーアラの家と同じものあるみたいな。おやさんちをゲーム…あれあれ、ゲームズネオ、あれネオゲームズ、何店にしようかな。西尾店あの、愛知に行っちゃうから。愛知県だ。皆さん、愛知に行けば西尾店がございます。はいよ。ちなみに長峰さん、個人的におすすめの D4DJ グッズってございますか？こちらにありますね。おお、なんだろ。こちらに今ずらっと並んでるアクリルスタンドが一番目玉の商品になっております。大きい、ね。こちらが新商品のアニアートっていうイラストの商品になっておりまして、はいはいはい、水彩画タッチみたいな。サイズがちょっと大きいんじゃない？ね、大きい。あ、ちょっと大きいかもしれない、うんうん、ね、ちょっとそうだね、他の通常の。そう、このぐらいだよ ね、 大きいとやっぱ飾ると映えますので、まあ、一緒にお出かけしたりとか、確かにお家に飾ったりとか、ね、これは素敵な使い方ですね、はい、されてますね、はい、躍動感がすごい。れいちゃん飛んでますね。私、アクリルスタンドとあのライブの日写真撮るとき同じポーズしようとか思って頑張るんだけど、これはね、キリキリしちょっとやってみる。やってみる。やってみる。あ、どうなってんのこれ。いきます。それと同じポーズやってみて。じゃあ、これはね、簡単そうな気がする。こうして、こうだね。あ、カンコピ。あー、カンコピ。あ、まんまリンク。リンクさん。リンク。やる？ムニちゃんが。あ、かわいい。そして、魔法だけ座ってるんですけど。クッキースね、クッキース。そうでしょ。クッキース。クッキースね。スクワット。で、ここ置いて、かけて、ヘッドホン添えて、こうだ。あ、いい、いいですね。私だけヘッドホンだな。ライブ後はみんな写真このポーズでやりましょう。ね、私クッキーズかな。クッキーズ。で、これせっかくだからみんな買いたいね。欲しい、ね、欲しい。あ、やったー、OK だ。やったー。当たり前かのようなお顔で OK って。優しい。優しい、ありがとう。でさ、これ欲しい、これ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 。あ、これ何？それぞれのユニットのロゴがネオンの、ネオン風のね、キーホルダーになってるんだけど、めっちゃ欲しいんだけど、ブラインド仕様だからさ、何が入ってるか分かんないんだよね。確かに。買ってくれるはずなので、開けてもいい？あ、大丈夫です。はい、じゃあちょっとハピアラの波動を感じたいよ。そう、まだ6個入ってるから、ね、あるはず、うん、これにしよう。あ、なんだなんだ、誰だ、持ってる。ドッグブルーイチ。めっちゃ持ってる。ちょっとね、スタッフさんのお財布に配慮した結果です。さすがでございます。やった、素晴らしいです。あ、こちら、ライブグッズがメインとなった棚になっております。新商品を含めてライブグッズをメインで展開しているって形になりますね。で、私のおすすめはやはり D4DJ なので、バングルライトをおすすめさせていただこうかなと。まいちゃん持ってる？これ持ってないの。あ、じゃあ、やったやった、おすすめですしね、うん、あ、すごい。あ、ちょっとね、今店内明るいからよくわかんないけど、暗闇
らだね、すっごい綺麗に使うの。これはライブでは必需品ということで、はい、ぜひ皆さんもまだ持ってない方はお揃いにしましょう。じゃあお次の棚へご移動お願いします。はい、こちらになりますね。こう既存のグッズという形になりまして、こちらで私のおすすめはロングポスターですね。ぜひともハッピーアラで自分のキャラを引いていただければなと思います。みんな自分のキャラ目当てで行きましょう。そう、自分のキャラのキャラを当てるぞっていう気持ちで、波動を感じて、波動を感じながら、あ、いいぞ。魔法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 。じゃあこれにします。私はね、もうずっとこれって見てました。あ、ちなみにね、私ね、このポスターをね持ってて、家のテーブルに引いてるの。毎日ミニちゃん見て、あの、癒されております。うー、どれだー、れいちゃん、ここだよ、ここですよ。後ろから声がする。じゃあこれ、はい、お、じゃあ自信がある人からカメラに向かって発表を。おっとおっとおっと、はい、お、チャカチャカちゃん、あー、出たー、れいちゃん来ました。来たー、やったー、れいちゃん当てましたよ。おーのここでハッピーアラカード失礼いたします。今度は何だ、何かな、ちゃん、うん、店員さんの推しキャラを当ててテレビアニメ D4DJ オールミックスのポスターを貼らせてもらおう。忘れてました。そうだね、当初の目的はこれだったんだよ。宣伝だった、宣伝のネタね。ポスターが来ましたよ。おー、おっきい、ね、改めて見てもね、やっぱり6ユニットがこうやって1つの画面でワイワイキャッキャしてるっていうのがまたスペシャル感があるので、これは絶対貼りたいね。ね、貼りたい、貼りたい。じゃあ皆さん D4DJ も好きですか。はい、アニメの方もちゃんと見て、ぜひですね、オールミックスのポスターを飾っていただけないかと思うんですけど、はい、うん、ぜひとも飾らせていただきます。あれ、でもそのハッピーアラカードに何て書いてありました。七峰さんの推しキャラを当てなきゃいけないらしいけど、でももう貼っていいって言ってくれて、七峰さんもいいって言ってくださってるから、でもちょっと気になるね、気になるから当てていこう。じゃあ一人につき一問ずつ質問をあまり確信につかない程度にしてて、それで答えていこうか。じゃあ私、そのキャラは明るいキャラですか、普段からテンション高い系ですか。そうですね、明るいキャラクターになります。そのキャラは可愛い系かかっこいい系だったら見た目ってどっち。可愛い系です。おー、可愛いだ、明るい、元気が、だいぶ絞られてきてる気もするけど。そうだね。じゃあ、うん、その推しキャラの長峰さんが思うチャームポイントは。パフォーマンスが可愛いところですね。可愛いパフォーマンス、可愛い、明るくて、うん、可愛くて、明るくて可愛くて、うん、私言ってみてもいいですか。おお、リリカルリリーの白鳥くるみさん。不正解です。違うんか、めっちゃ可愛いです。可愛いです、真ん中で元気でね、可愛くてね、めっちゃ可愛いですよ。いや、なんか5択ぐらいには自分の中ではなってるんだけど、でもおゆさんまだ質問権残ってるから。そうだ、うん、ドーナツ好きですか。ドーナツを食べてるカードは確かあります。あ、はい、あ、あれ、え、リンク以外にいるのかな。でも即答じゃないってことは違うんだよな。いや、わかんないわかんないよ。もしかしたらね、ごまかして、だってそれドーナツ好きって言ったら完璧にリンクだもんね。あ、まあ、そうだもんね。じゃあリンクですか。違います。あ、違う。ドーナツだね。私わかりました。わかったかも。大なるとムニちゃんですか。違います。あ、違う。じゃあボトンメイデンの花巻とわちゃん。大正解です。あ、あの、私思ったことがあるんですけど、とわ、はい、ちゃんの髪色だったりとか、なんかだから、あの、メガネも青で、この今の上のトップスも青なんですか。大正解です。はい、無事に最後の最後でね、はなちゃんが当ててくれたということで、ポスターを貼らせていただけますでしょうか。ぜひとも貼らせていただきます。ありがとうございます。よかったらサインなどいただいてもよろしいですか。
ました。お願いします。お願いします。お願いします。おお、すごい、ね、目立つ場所だよ。めっちゃ存在感ある、ね、私が見ただけでもアニメ楽しみだなって今感情がね出てきたので、これはきっと間違いなし。間違いなし。続いては令和のデジキャラット、にゃん。やる気が出ないにゃ。お前アニメ久しぶりで中だるみしてるに、赤目デジコちゃんの出番でしょうか。じゃあデジコ帰るにゃ。プチコも帰るにゃ。そうで、ポン、あとよろしくにゃ。ププイ。一方その頃、後ろ殿巫女は、城じゃ、ここに城を築くのじゃ的なことを言って楽しんでいた。デジコの部屋でぐーたらするにゃ。羽を伸ばすにゃ。めくれたゲバ、ゲバの部屋がめくれたゲバ、世界が大変なことになるゲバ。にゃ、にゃ、わぽー、何が何だかにゃ。プチコにはなんとなくわかるにゃ。デジコに踏んづけられてるゲバ、生温かいと思ったらゲバだったかにゃ。お前らあれを見るにゃ、親切な看板にゃ。やったにゃ、デジコもついに流行りの異世界系アニメに進出にゃ。プチコにはダメダメなオチしか見えないにゃ。異世界系ゲマ、デジコはすでに萌え美少女系アニメ、日常系アニメ、ちゃんは最高にゃ、シュールギャグ系アニメのジャンルは制覇してきたにゃ。社会風刺系アニメ、企業系アニメはデジコには無理だと思うから手を出さないことにするにゃ。そもそも魔法少女系アニメだったらその手のアイテムさえあればすぐに行けそうにゃ。シャピリーンとか言ってる間に始まりの村に入っちゃったにゃ。壮大な物語の始まりに。村の人に話を聞くけば、まずはお店屋さんに行くにゃ。あ、手順すっ飛ばしけば、だいたい3分で片付けるにゃ。いいのあるよ。お店あったにゃ。転生する、異世界冒険を楽しむには転生した方がいいね。転生して異世界ポイントを集めれば異世界がぐーんと広がるよ。デジコは勇者とか賢者とかそういうのでいいにゃ。プチコは癒し系にゃ。ゲマは、それじゃあこのボタンを押したら転生チケットが出るよ。何が出るかお楽しみ。デジコ一番に押すにゃ。無敵の勇者デジコにゃ。落ち着け、グニュー、グニュー、ワクワクにゃ。勇者デジコの冒険が始まるにゃ。ほーら、転生するよ。転生ゲバ。にゃ、これは何かにゃ。カビタまんじゅうですね。何でかにゃ。あれ、プチコは JK に転生したにゃ。デジコはカビタおまんじゅうなのに、この差は何なんだにゃ。横にちょこっと見切れてたのはデジコじゃないのかにゃ。でっかいおまんじゅうにゅ。ゲマはカビタゲマに転生してあげま、納得いかないにゅ。ここでデジキャラットの告知です。池袋のグラフアートカフェにて、令和のデジキャラットコラボのグラフアートカフェが12月30日まで開催中です。限定コラボメニューと書き起こしグラフアートイラストの新作グッズが発売です。そして令和のデジキャラットプロジェクトコンプリートブルーレイ &CD ボックスの完全受注販売の予約がスタート。令和のデジキャラットのアニメ本編はもちろん、楽曲の CD や様々な特典が封入されている豪華ボックスとなってます。
ぜひ手に入れてくださいね。詳細は令和のデジキャラとのホームページ、公式ツイッターをチェックしてください。天を示すは竜の剣、うなれ、レーバテインドラゴン。リアルカードゲーム、シャドーバースエボルブ、ブースターパック、フレイムオブレーバテイン。おコラボですわ。オールスターカードゲームリバース、ホロライブ5期生がついにリバース参戦。みんな可愛くて迷っちゃう。トライアルデッキ、ホロライブプロダクションバージョンホロライブ5期生、ブシロード。アルゴナビス、ザ・ライブステージ2。俺がお前たちに求めるものは最高の音だけ。ついてこられないなお前たちを置いていく。グルメコチャレンジ、今回も先週から引き続きおよさん、ちんはるさんのハッピーチーム、まいちゃんと私のアラウンドチームでチーム戦で対決していきたいと思います。先週はね、おゆさんが 159,981 点を獲得したので、うん、続いてまいちゃんがプレイしていただきます。この勝負でなぜか3ポイントもらえるっていう、勝った方が勝ちだから。私たち今まで2勝して2勝0勝で2対0で勝ってるので、この過去はなくなるっていうことですね。何もなかったことになる、なかったことになる。今日が全てですね、うん、今日全ての決着がつきます。おいけてるよ、いけてる、いい感じ。今後伸びてる、うん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 、どうですか。で、普通にね、うん、もう勝ちが決まりましたね。そうもうね、勝ちです。やったな。うん、この曲もめっちゃいい曲。私この曲レコーディングの時に、歌詞はね、今までの、フレーズとか、未来期待とか新時代とかね、あるって思ったんですけど、全然メロディーにも入ってるって気づかなくて、でレコーディングの時に、この曲ってこういうメロディーが入ってるんですよっていうのを教えてもらって、みんな当たり前のように言ってたから、私もちょっと知らなかったって言えなくて、あ、そうですよねって、すごいと思いましたってごまかしたっていう感じ。そうだ、私の後のレコーディングで、そうだ、それを喋ってたかかちゃん見た。そうだ、見た。私全然気づかなくて、え、そうなんだって思ったけど、あ、そうなんですよねってごまかしましたね。え、でもすごい素敵なね。でもなんか正解をちゃんと知りたい。ここは候補で、これはもう。でも Twitter で見つけてくれてる方もいました。私たちが全然見つけられなかったやつも見つけられてた。あ、本当。うん。すごい。で、どうですか、まいちゃん。順調ですか。何が。でもまいちゃん、まいちゃん、今。つながってるよ。何の話してたの。でもこのノーツとかもファンの人が過去 の、 そのメロディーが同じ曲と一緒になってるらしくて、はいはいはい、そういう探し方をしてた方もいたので、みんなもたくさん遊んでみてほしいです、うん、ということで、まいちゃんの得点は59,061点、勝者はアラウンドチーム。かも分かんないね。まだまだね、初心者の部分ではあるんだけど、設定のところでね、ノーマルとマニュアルっていうところで、私はまだノーマルでしかやってなくって、またマニュアルでやったら点数も違ってきたかもしれないし、ちょっといずれはどちらもできるように頑張っていきたい、いろいろやっていきたいところなんですけれども、ハッピーアラカードが、勝利チームにはお菓子が主食のオーナルトムニちゃんにちなんでお菓子盛り合わせをプレゼント。ということで、喜びをキャラクターになって一言と言われておりますが、あ、いつ
も歯医者がやってるようなことを歯医者がやってることを。じゃあキャラクターになっていきますよ。ハッピーアランド。ゲーマーズさんからね、まいちゃんのサインをっていうことで。やったー。え、いいですか、うん、ありがとうございます。え、どう書いてんのみんな。秋葉原ゲーマーズ本店様。秋葉原がアルファベット。あ、そっから太字で書けばきっといける。上から潰そう。あ、A をね、A にするのね。よし、あ、もう天才。おやさんは天才でございます。でね、お、あ、耳書いてる。あ、ちよろ書いて書いてるの。カタカナでニョチヨって書いてる。なんで。ちょっと聞いてよ、ここね、ハートにしたからさ、ムニさんっぽいじゃん、うん、ムニさんじゃないよってことでカタカナにしたの。あ、そういうことね、あえてね。そうそう、あえて偽物。あ、なるほどね。そうそう、偽物とか言われて。新作キャラクターカードゲーム、バイスシュバルツブラウ登場。お気に入りの作品から始めよう。スタートデッキ好評発売中。武士ロード。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ヴァンガードファイトしたいけど平日の夜だし、そんな時はカードファイトヴァンガードリアデイズ。いつでも世界中のファイターとつながってスタンドアップヴァンガード。カードファイトヴァンガードリアデイズ好評発売中。武士ロード。イベントって楽しいけどいろいろ大変なんですよね。それならブシロードカード。ブシロードカード、物販の優先案内、チケットの先行申し込みが可能なんです。他にも特典がいっぱい。あなたの財布の切り札、ブシロードカード。